mad. I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stubbed, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go run it back. どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの足に火をつけちゃうぞ。やってきました、メンソーレー。ということで今回はですね、沖縄県名護市にあります麺どころ丸浜さんにやってもらいました。こちらですね、美味しいこの豚骨ラーメンのベースの美味しいラーメン屋さんなんですけれども、なんとこちらにですね、ちょっとその豚骨ベースのスープをね、ちょっと辛くしたラーメンがあるということで今回やっていくんですけれども、今回も辛さレベルが選べます。一応ね、赤丸ラーメンっていうものがね、この5辛までしかないんですけれども、そのさらになんか上があるみたいで、今回はですね、そちらのこの戦国ラーメンというものに挑戦していきたいかなと思います。まあこれ戦国ラーメンはね、この辛さ相当でいうと10辛相当に当たるんですけれども、もういかにもね戦国、まあちょっとね、私こう激辛侍としてね、やっていきたいかなと思います。はい、激辛侍としてこの激辛バトルに、はい、切り込んでいきたいかなと思います。はい、一応こちらが丸浜さんでございますということで、早速中に入っていきましょう。レッツゴー。おー、来ました。こちらが戦国ラーメン10辛でございますということで、うわっすごい真っ赤っかですね。あー、結構辛そうですけども、一応ねこれ豚骨ベースのスープに、ちょっと3種類の唐辛子をブレンドして辛みを出しているということで、楽しみですね。それでは行きましょう。いただきます。さあ、戦国ラーメンお手並み拝見ですよということで、じゃあまずねスープからいきましょう。いただきます。すごいね、ちょっとこれ粘度がありますから、ちょっと怪しい感じにしてもいただきます。うわー、濃厚。あー、結構辛いね。うん、すごいよこれ、かなりの量唐辛子入ってるね。スープのベースは豚骨ベース。口の中がビジビジビリビリにしびれます。これチャーシュー、いただきます。うん、チャーシュー大きいな、美味しい。うん、唐辛子の濃度がすごいこれ。ああ、美味しい。汗が止まりません。
卵でお口の中癒しましょう。これは、残すところはスープのみ。最後このスープを飲み干して、この激辛戦国バトルにケリをつけたいと思います。これね、すごいな。この辛いスープがこの体のどこを通ったかが分かるぐらい、これ熱くなってくる。わあ。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。麺どころ丸浜さんの戦国ラーメン10から辛さレベル、じゃらららじゃん、辛さレベル8です。おめでとうございます。8になりました。3種類ぐらいこの唐辛子をこうブレンドしてるということですね。結構あのね、多分濃度がすごかったね、結構な量がこう入ってるかなと思われますけど、まあ実際にちょっと何の唐辛子をね使ってるか企業秘密ということなんですけども、ずしっとくるようなこう重さですね、ちょっと時間が経てば経つほどこう口の中がビリビリと染みてくる辛さです。まあね、これ豚骨ベースのスープをベースにしてますんでね、この豚骨のちょっと出汁の効いた、コクのある味わいが、またいいかなと思います。はい、麺によく絡みついて、美味しかったです。ただ辛いけどね、めっちゃ辛いけど、今回この戦国ラーメン紹介させていただきましたけれども、一応ね、一番人気は丸浜ラーメンということで、こちらが一番そのベースとなる、ラーメンになります。まあ、豚骨スープの、美味しい出汁が効いたラーメンになりますね。別に辛いの苦手な方でもね、食べられるんで、ぜひぜひ沖縄名護に寄った際は麺どころ丸浜、寄ってみてはいかがでしょうか。ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログ、ツイッター等々も更新してますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。めんそうで。